強度時は2010年3月29日より北海道放送にて放送されている平日夕方のローカルワイド生活情報番組報道番組である2013年10月4日まではグッチーの強度時という番組名で放送していた HBC は自社制作の夕方ワイド番組として2006年4月から花テレビを放送していたが 2010年3月に終了することになり本番組を開始した。なお、2010年3月13日、3月20日、3月27日と3週連続で、土曜日16時45分から17時に、番宣番組的トーク番組、グッチーガンちゃんの能動的10分間が放送された。制作発表は2010年3月19日に行われた。 2013年10月7日より、北海道ニュース1を本番組と枠統合し、2番組で4時間ワイドだったものを1番組で3時間ワイドに変更の上、現在の番組名に解体。事実上の今日時の放送時間延長、時間拡大となった。リニューアル後の内容は、N スタを挿入内包した3時間10分の夕方ワイド番組であり、放送時間も 同年10月4日までよりも55分繰り下げ、月金曜日の15時50分19時に放送されている。2014年3月24日放送会をもって2時間はイ戸時代を含め1000回目の放送を迎えた。これまでは一押しが北海道の夕方のまわいと市場最長の放送時間だったものの、その後15時44分スタートになり、 北海道の夕方ワイド番組で史上最長の放送時間であった。2020年4月には放送を10周年を迎えた。2020年10月12日からは HBC が新社屋に引っ越しするのに伴い番組も大幅にリニューアルし、放送開始時刻も15時49分開始に変更。これに伴い最長の放送時間は15時45分開始の一し。 に戻った。金城と谷藤はスタジオと街頭中継を一週間ごとに交互に担当する。ただし、木曜日は金城が担当する金曜コーナー、週末ブラリサーチの収録日のため出演しないため、谷藤がスタジオ、生中継担当の世長が街頭中継を担当する。毎週月曜日から金曜日の14時55分から16時53分まで。 ステーションブレイクなしでキー局 TBS の N スタに接続。毎週月曜日から金曜日の14時55分から16時45分まで。16時45分からは北海道ニュース1を放送。毎週月曜日から金曜日の15時50分から19時まで。17時50分18時15分は N スタ第2部の JNB の協定適用部分を放送。 なお、N スタ第1部については、2014年3月まで冒頭部分について数分遅れの録画ネットを行っていたが、同年4月からは冒頭数分間を同時ネットしている。毎日放送制作、チチンプイプイ第1部をネット受けするため、6分繰り上げて15時44分からの放送となる。2016年8月からは、N スタニュースワイド、 1> 第1部を再び録画遅れネットとし、掘り出すや日刊3コマなどのコーナー1項目から2項目のみのネットとなった。2018年9月21日をもって、シチンプイプイ第1部のネットを打ち切り、同年10月1日からは CBC テレビ制作のゴボスマ、ゴーゴースマイルマイナスのネットを開始するが、本番組の開始時刻に変更はない。 2019年のゴールデンウィークは4月29日から5月2日までレギュラー放送を休止し18時30分19時に全編 VTR によるスピンオフ特番を放送する程度にとどめた。なお18時30分までは15時49分18時15分に N スタの第0.1部のいずれも前編と第2部の全国ニュースパートを単独番組扱いで 臨時に同時フルネットし、18時15分から18時25分に HBC ニュースとして道内ニュース、天気予報を単独番組扱いで放送。18時25分から18時30分はミニ番組で穴埋め。また、4月29日、5月2日は加えて、前座番組、午後スマを15時49分まで臨時に同時フルネットした。 2020年のゴールデンウィークは2020年4月29日から5月6日は放送を休止。午後スマは従来通り飛び降り。15時44分15時49分は HBC ニュースを放送。15時49分18時15分は N スタを放送。ただし5月4日は18時15分以降が全国ネットに変更されたため N スタを 全編同時フルネットで放送した。2020年の HBC 新社屋への引っ越し準備期間に伴い、9月21日から10月2日の17時台は、N スタを放送。10月5日から、ゴゴスマを同時フルネットに移行。10月5日から9日の16時台、17時台は、N スタを臨時に同時フルネットで放送し、今日時は十八時台のみ放送。 HBC 新社屋からの放送開始。放送開始時刻を15時49分に変更。2021年8月6日より、N スタのネットを JNN 枠のみに縮小。特別番組は主に土曜日、日曜日に放送される。放送日時は JST。2019年7月21日施行の第25回参議院、議員通常選挙において、 公示日前日の同年7月3日に比例代表に立候補する予定の鈴木宗夫に密着する模様が約5分間放送された。放送倫理番組向上機構は今日時の前日の放送内容が放送倫理違反の疑いがあるとして同年9月13日の第141回放送倫理検証委員会において審議入れを決定した。 2020年4月8日、BPO は審議の結果、鈴木に密着した模様を放送したことが有権者に誤解を与え投票行動を歪めた可能性があるとし、選挙報道に求められる公平、公正性を害したことが放送倫理に違反するとの決定を出した。二千十九年十一月四日放送の今日時のコーナー、もう掘りにおいて、年東京オリンピックの マラソン競技が札幌市で開催されることを紹介。その中でコースの一部と予定されるシンカー2について昼帯で放送された八代秀樹、谷川麻里、千葉雅子の3人のコメントに対して誹謗中傷の字幕テロップやナレーションを加えて放送。これに関し北海道放送は同年11月22日にウェブサイトに訂正とお詫びを掲載した。 同社は、3人の発言は、北海道マラソンの参加経験による感想であり、進化は2に対する誹謗中傷ではないとしている。AB 番組編成上は15時44分終了ではあるが、実際には15時40分で飛び降りていた。飛び降り後は、本番組のクロスプログラムやステブレ CM を挿入していた。番組開始当初から2010年6月30日までは、 リトルエヴァカイリー・ミノーグのロコモーションが2010年7月から2011年2月25日まではカーディマンズのカーニバルがテーマ曲だった。HBC がプロ野球北海道日本ハムファイターズの道内地方、球場主催試合放送する場合13時55分、試合終了までの放送となり、放送終了後ステーションブレイクなしで放送開始となり、 当番組は短縮となる。プロ野球、北海道日本ハムファイターズ戦放送日は18時15分まで。親分の愛称は、ファイターズ時代の監督であった、大沢刑事のニックネーム、大沢親分に引っ掛けたものである。この番組では、大沢よろしく、着物姿で登場する。第一部を部分ネットしている間は、画面左上の番組ロゴ CG を当局喪出の、強度時、 の、ロゴテロップで隠していたが、第2部全国ネットワークでは、ロゴ隠しは行われていなかった。2020年4月28日までは、N 特、ok、のスタジオ解説途中に飛び降りていた。ただし、2010年12月9日と2011年2月1日は、13時55分から16時53分、JST で、斉藤結城スペシャルとして、 放送時間を拡大して放送した。2011年世界陸上競技選手権、大会期間中は13時55分から16時に、時間帯を事実上1時間繰り上げて放送していた。なお、9月24日から28日の13時55分から15時44分枠は、下町ロケット等の自主編成で穴埋めをした。 当時の制作局では15時57分までであり、CBC テレビ、北海道放送以外のネット局は2019年3月29日まで全局15時49分で飛び降りていた。翌4月1日からは、制作局も TBS テレビの従前の飛び降り点である15時49分で終了となったことで、同時フルネットとなったほか、 北海道放送以外でも15時40分に飛び降りるつぼねが新たに複数追加された。ちなみに当時15時40分に飛び降りるつぼねは東北放送と熊本放送の2曲であったがその後も徐々に飛び降りつぼねが増加され2021年現在はネット曲24曲の内ち月曜を引く水曜は8曲、木曜、金曜は9曲が飛び降りている。AB 北海道放送、今日時。参議院比例代表選挙の報道に関する意見。放送倫理、番組向上機構。2020年5月10日閲覧。b p o が迷走、鈴木宗夫選挙報道をやり玉に上げる狙い。デイリー新潮2019年11月4日閲覧。第141回放送倫理、検証委員会議事概要。放送倫理。 番組向上機構2019年11月4日閲覧当社番組の BPO 放送倫理検証委員会での審議入りについて北海道放送2019年11月4日閲覧 NHK など3番組 BPO 審議入り 3K ニュース h t t p s w w w s a n k e i c o m e n t e r t a i n m e n t s n e w s 1 9 0 9 1 3 e n t 1 9 0 9 1 3 0 1 4 n 1 h t m l 2 0 1 9年11月4日閲覧当社番組に関する BPO 放送倫理。 検証委員会の意見書の通知について、北海道放送、2020年7月3日閲覧。北海道放送の胸押し密着番組、選挙報道の構成外した BPO 判断。産経ニュース。 https://www.sankei.com/.entertainments/.news/.200408/.ent200408-n1.html2020 年5月10日閲覧北海道放送に放送倫理違反参院選前。 特定広報報道。日本経済新聞。https.r 日経 .com アーティクル。ジャックスムズ 57848280Z00C20A4CR000S イコール42020年5月10日閲覧。北海道放送の参議院選挙報道。BPO が放送倫理違反の意見。 NHK 放送文化研究所。2020年7月3日閲覧。AB、北海道放送、昼帯、などに謝罪五輪マラソンコース巡り、進化は通に誹謗中傷とナレーション。J、キャストニュース。 https://www.j-cast.com/.2019/.11/.23373433.html2019 年12月1日閲覧。ab、北海道放送、キー局 TBS、広帯。コメント批判テロップでお詫び、五輪マラソン、札幌ディスで、誹謗中傷。 スポーツ放知、https、放知、ニュース、アーティクルズ。2019万1123オット1。t5075。html2019 年12月1日。閲覧。弁護士の八代さんらコメントに、誹謗中傷と、字幕テロップ。読売新聞オンライン。https、www. 読売 COJP。カルチャー。 1> 2019万1124ミート1 t 5九9 3 2 0 1 9年12月1日閲覧。ありがとうございます。